大分文化会館は、かつて、大分県大分市に上げ町にあった大分市運営の多目的ホールを中心とする施設である。東海館が建設されるまで、大分市内には大ホールを有する公共施設はだいぶ、教育会館しかなく、この施設も老朽化していたため、公的な行事にも百貨店時はない2954年に開設された約800人収容の文化ホールが、 利用されていた。そこで、府内情勢丸跡に東海館が建設されることとなり、1966年10月12日に開館した。なお、東海館の建設に並行して、府内城の大手門及び3つの炭櫓の復元、及び2つの矢倉の修復も行われた。以来、東海館は大分県を代表するホールとして、成人式、 コンサートや演劇等のイベントに利用されてきた。また、開館当初から2001年までは結婚式場もあり、3363組が挙式した。開館翌年の1967年には利用者が最多の63万6984人を数え、その後も40万人台、50万人台を保っていたが、1977年に、 大分県立芸術会館、1986年にコンパルホールが開館したことから、イベントの開催が分散。1998年にオアシス広場21が開館して、以降は、主要なイベントはオアシス広場21で開催されることが多くなり、東海館は主に地域の行事などで利用され、利用者は10万人大後半から20万人大前半に落ち込んでいた。 さらに、2013年7月に、大分駅南側に、大ホール、小ホールを備えるホルトホール大分が開館することになったため、東海館は、同年10月に閉館することが決定。2013年10月31日をもって、閉館した。利用者は延べ1700万人以上を数えた。建物は2014年1月から解体が開始され、8月に完了。 その後3年間は、暫定的に、市役所の来庁舎用駐車場として利用されるが、跡地の利用方法は未定で、隣接する城址公園も含めて、今後検討される。なお、大分市は1993年に、東海館を解体した後の構想として、中期的に発掘調査、旧地整備を行った後、長期的には、天守閣債権を含めた、 不内情の復元を行うとする不内情整備基本構想を策定していた。しかし、経済情勢の変化等のために実現の目途は立っていない。ありがとうございます。